いらっしゃい、マサです。さあ今日もね、初心者の方、級位者の方にも、分かりやすく楽しく居飛車を実況していこうと思いますので、ぜひね、高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。さてさて、相手の方が角交換四間飛車の匂いですね。なんかそんな気がしますね。まあ一回玉寄って、まあ角道開けるタイミングはこっちで決めようか。まあそれまでは、お、でもこれはでも開くと角交換四間飛車ではなくなりそう。本当か。一応ね、なんかこっからなんか早々に開いてくるあの早漏野郎がいるんですけど、まあそれはそれで置いといて、まあ何でもないんだったらミネニアム組んでこうかなとか思ってるんですが、うん、まあこれは上がっといて、まあ桂馬跳ねとこう。で後手番なんで、まあ、ちょっと工夫した方がいいかなと思ってるんですが、右の桂馬も跳ねていく形にしとこうか。この形作っといて、で金銀は固めていくみたいな、攻めが飛車角桂桂みたいな形にしておくのかな。まあ後手番ですからね。なんか先手番だったらうまくね、金銀くっつけてうまく仕掛けるみたいな筋が、変化がね、うまく手数合うんですけど、後手番だとそうもいかないことが結構ねあるんすよね。真ん中型か。これでも銀上がって歩打つかれて同桂同桂はダメやから、まあでも囲うんかな。そしたらで6五歩が気になるんだけど、6五歩は角下がっといてって感じ。まあ下がっといて、あーね、向かい飛車にしてくるパターンか。じゃあこれは何だろうか。角を6四に設置したいと言っているのかな。なんかそういう風にも見えるんだよね。まあ固めて、飛車は多分振ったからには角を別のところで使ってこようとか。あー、これはですね、多分真鍋流に組もうとしてるな。1手2手3手4手、うーん、でもそれはダメだな。となると銀組み替えは多分難しいから、端ついて銀上がってきて、飛車浮いて銀上がってきて、角頭の歩ついて同歩同角みたいな感じのルートなのかな。で飛車浮いて、まあきっと学び流にしてくるんでしょう。でその時にやっぱ桂頭守っとかにいかんから、この手はいるな。やっぱりさっそくですか。まあでもこれは別に、まあ手順にでもどうなんだろう。手順に角頭の歩をついて取られて取ってみたいな、飛車回ってきて取って取って、まあここかな。飛車の横利きを通していくっていうのが、まあ筋がいいんじゃないのと思ってるんですが、まああとね、ちょっと気になるのは銀かな。お互いに銀の形、銀のポジションが違うから、これは一回押せるでしょう。だよね。で次にどうするか問題なんだけど、まあ一回取っとくよね、多分ね。一回取っといて、同銀か同飛車かみたいな感じなんだけど、でそこで俺も桂頭に行くんかな。でも銀の働きが違うからな、なんかそれが気になるんだよね。まあでも行くんかな。
まあ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 、一回ね、打ちたくはなるだろうけど、3号かな、3号の方がいいんだろうと思うんだけどね。で、系統のカバーだけしといて、今、何歩、まあ、歩の損得はないって感じ。銀の働きが気になるな、やっぱり。銀の働き気になるんで、これもしかしたらなんか、そう、その辺気になるんですけど、まあ、だから合わしていくんかな。なんか、銀使いたいですって言わないかん気がするんだよね。取り込みは同金でいいから、それは問題ないんだけど、まあ取って歩は大丈夫なんだけど、あ、それはまあ大丈夫、下がればいいから。銀、そうね、でも5段目で居座られるって基本的に良くないとされてるから、どうなんだろう。これ形的にはなんか、うわ、これ何、これ角交換狙っとる。飛車先じゃ遅いですよと言いたいのかな。まあでもつくか。角交換同金か同飛車。同金はでも系統が弱いからな。いやマジ銀がね泣いてる気がするんだよな。これはでも銀が使えるようになったような気もするんだけど、打たれた時にぶつけてみたいな。まあでもこれ同飛車でどうなん、これは。ん、同飛車で、あー、銀交換したかったの？でもそれは銀交換はしないよ。その拠点の歩払った方がいいんじゃないかな。払って、まあ、交換してもいいのかな。払って叩かれて、払って叩かれて銀なるか。いや、もうそれはないか。払うか、じゃあ。さあ、まあね、右側でなんか眠ってた銀が上側に働いてきたんで、結構まあ戦える形になってきたような気がする。ただ相手の方が若干硬いんで、やっぱ丁寧に刺さな危ない気がするな。まあ一回2二歩とかで受けるんかな、どうなんですかね。銀がいるうちに仕事しといた方がいいのはあるんだろうけど、悩ましいっすね。まあまあ、それはね、別にって感じ。むしろ、こっちいけるんじゃない？それはね、金と交換になりそうなんだよ。攻め銀は逃げません。ちょっとバラバラなのは気になるが、まあまあ交換になるよね。ですよね。で、なった手がこれまた先手でしょ？金当たりの。まあだからそこ歩で守ってくるんだけど、歩が立つから7四歩から攻めたいかな。7四歩同銀6四金って感じかな。
竜は瞬間は使えてはないんだけど、そういう感じでどうなんかな。金打った時に銀で繋いできそうなんだが、一個の狙いだけじゃダメだから、まあ例えば竜を三段目に使う手はあるのかもしれんね。三段目に使って飛車ぶつけられる可能性はあるのかないのかっていう話はあって、まあ一回こうやっとくか。そこもいや分からんなこれ。俺も角が眠っとるからね。角はもう一歩引いて使った方がいいのかな。なんか玉直接睨むみたいな方がいいのかもしれん。7四歩から金もやりたいところではあるんだけど、金金打ってね、金打って銀打って歩打つみたいな、そっちの方が良かったかな。ああまあまあまあ、それもあったかもしれません。そうぶつけてくるの結構気になったよね。まあでもしょうがないか。角がいなくなる、本当か。先手取られているのが気になるんだよね。例えば取って同角でしょ。で飛車先手で下ろしといて、今度どうやって受けていくの。歩あ銀埋めるんだ、さすがやな。となると、ね、やりたい手は何ですかと言われたら、まあ、やっぱり金打って桂みたいな感じ、うん、となるとここかな。やっぱりこれで銀が多分上ずってくるんだよ。でここに金打って角どこ行くんすかって聞くよね。でこれは金を打って角を狙いつつ6四桂を打ちたいと言ってるんですよね。まあ一回剥がそう。でまあ角ね、やっぱねこの場所だと使えんから一個引きたい。一個引きたいな。そしたら角と連携してね攻めができるからね。相手は今飛車だけでしょ。まあ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 、まあ一回取るか。取って同金同玉、歩を打ったからには同玉なのかな。同金、じゃあその歩は何なんですかって言って一回剥がしたいけど、まあ直接ね。でもこれ避けたらいいんじゃない。これ避けといていいんじゃない。一回避けといて、まあ、やりたくはなるけど、次銀打ちかな。銀銀金、うん銀打ちかな。次は6三銀か6一銀、いや6三やな。6一ならなんか6二金って避ける手が一応ありえるから、それはなんだ、まあ角1個引いて桂馬に紐つけながら王様睨むみたいなのがいい手に見えるな。こうじゃない。でいざとなったらブッチもあるよと。この角結構嫌だと思うんですけどね。4五歩もいや1個避けとけば全然問題ないから、桂馬に紐付けながら王様睨んでるっていうのが、まあ4六でも5五でも変わってないから、まあそこまで問題ではないかな。それは困るな。歩打って桂金、いやそれはまずいのか。ん、角を一回止めたいね。これはなので6四歩桂馬取られるのは構わん。ぶった切って同金に金打ちがあるから、
一回こうなのかな。桂取られる分には構わんわ。いや俺も早くね6四金を入れたいね。6四金が銀取りプラス桂取りでしょ。相手は竜が邪魔って言うんだったら5一歩打ってくるかもしれんけど、それは通るか避けるか迷うけどね。でも2段目におらんと6四金が効かなくなっちゃうから、うん、それはね、大丈夫だからこうやっていこうか。ダイレクトな強打ちは避ければいいし、次金で取ってどこに王様避けるんだろうね。下はアウトでしょ、上はアウト、まあ上方向に逃げるしかないのかな。それはでもさ一回こうでしょ。同金だったら香車取れると思ったけど角が効いとんか。まあそうなるとまた別の筋か。はい、ありました。はい、最後の局面っすね。これ同金から角切って同玉まで行って8五桂打ちでつなぐのがいいのかな。でその時に金銀あるから上に逃げるのは銀打ってアウトなんですよね。でかといって下に逃げるとまあ金銀持ってるんでまあ銀金べちゃべちゃって打っていけば詰みっすね。だから安定詰めやこれ。1手2手3手4手5手6手7手8手9手詰めですね。9手詰めがあったんでここで相手の方の投了となりました。はい、いかがだったでしょうか。今回ね、ミレニアムの戦いやっていきました。ぜひね、高評価チャンネル登録していただいてですね、次回の対局も楽しみにしていてくださいということで、本日もお疲れ様でした。お会いそう。